さんこんにちは。通いたくても通えない方のためのオンラインスイーツスクールサキプラスの中島咲恵です。今日のテーマはメレンゲを作るときに砂糖を3回に分けて加える理由についてお伝えしていきます。メレンゲを作るときによく砂糖は3回に分けて加えますっていうのをよく耳にすると思います。皆さんも聞いたことありますよね。ではなぜ3回に分けて加えるんですか？わかりますか？ここではっきり理由が言えないのは自己流でお菓子作りをしてきたからなんです。今日はここで私がしっかりお伝えしていきたいと思います。そもそも卵白に砂糖を入れる理由なんですが、甘さを出すということだけではないんですね。むしろ違う役割の方が大きかったりします。卵白だけで泡立てるとすぐに分離したり液状に戻ってしまったりして、とても安定性のない泡になってしまいます。卵白に砂糖を加えることによって卵白の粘度が上がって安定した気泡を作ることができるんですね。なのでキメの細かく強いメレンゲを作るには砂糖は必須材料なんです。ではここからが本題。なぜ数回に分けて加えていくのか。それは一度に砂糖を加えてしまうと卵白の粘度が一気に上がってしまって泡立ちにくくなる、泡立ちが遅くなるからなんです。数回に分けてある程度泡立ったところに砂糖を加えていくとスムーズに、早くメレンゲを作ることができるんです。以前フレンチメレンゲの作り方動画を作りましたので概要欄に貼っておきます。そちらも合わせてご覧ください。しかしです。ここからはプロの裏話です。普通のメレンゲは卵白に対して 50% からだいたい同量ぐらいまでの砂糖を加えるのが基本です。こういったミキサーで泡立てる場合、正直最初に砂糖を全量入れて泡立ててしまってもさほど差はありません。現場でも製菓学校でも私は最初に砂糖を入れて泡立てる、メレンゲの作り方をやってきました。確かに泡ができ始めるまでは、時間が少しかかるんですが、トータルで考えるとさほど変わりはないんですね。これは経験者だから言えることなんです。本には載ってないですよね。むしろ数回に分けて加えていく方がタイミングを間違えると最後に入れた砂糖がメレンゲの中にしっかり溶けきらないなんていう可能性も出てくるんです。卵白と、砂糖の量が同量となると、ちょっと泡立つのに時間がかかってしまったりするんですが、一般的に見てあまりそういったレシピはありません。なので、皆さんがメレンゲを作るときに卵白と砂糖の量を見て一度この方法で試してみてください。もちろん理論的な部分を踏まえて経験をもとにお伝えしているので違う考え方の方もいらっしゃると思います。ただメレンゲは砂糖を3回に分けて加えなかったから失敗するというものではないんです。私のレッスンではこういうプロの裏話的なものもたくさん盛り込んでレッスンしていきます。今日はここまでになります。ありがとうございました。